My name is Tumik。 今ですね、グアムに来てるんですけども、グアムめっちゃ海綺麗ですよね。結婚式を挙げるためにグアムに来たんですよ。まあ、グアムに1週間ほど滞在して休暇も楽しみつつ結婚式をしたという感じなんだけど、今回はですね、海外婚ってどんな感じなのっていうのをやっぱ分かんない人がね多いと思う、見てる人たち。だから俺はね、後付け実況みたいなのをして、皆さんに、どんな感じだったのっていうのをね見せたいと思います。まずはこちらの映像、これはヘアセットとメイクをしております。で、新郎と新婦は別部屋でヘアセットとメイクをします。ちなみにこの日の始まりは奥さんにキレられながらスタート。なぜなら俺が時間の合間を見て動画を編集しようとしてもたもたしてしまったせいで、集合時間ギリギリになっちゃったからね。隙を見ると編集したくなる。これが YouTuber なのさ。基本的に YouTuber は時間にルーズな人が多いので、 YouTuber と結婚した人はそこら辺要注意。あとね、俺の経験上、社会経験を積んでない YouTuber よく連絡が取りにくいことがある。さすが社会不適合者だ。覚えておくように、自分のこのメイクしてくれてる人は現地の人で、ある程度日本語通じるので全然問題はないです。ちなみに打ち合わせは挙式の前日に2時間ほど。挙式の時間によっては当日になっちゃうことがあるから結構バタバタするかも。長いですね。そうですね、こちらです。昨日と同じように。失礼します。どうぞ、奥までお入りください。お、綺麗だね。ヘアセットとメイクが終わったら今度はお着替えタイム。ちなみに奥さんに綺麗だねって言ったのは俺の本心であり、決して朝の件でご機嫌を取るために言ったわけじゃないから、そこら辺は分かるよね。じゃあお二人の指輪もお借りしたいので、黄色のマットの中にあると思います。Okay。はい、なんか一度確認してもらって大丈夫ですか？おー、sorry, that, oh, okay. じゃあそちらは質問もさらに。Do you have the groom shoes? これがうちの奥さんが着るウェディングドレスとベール。このドレスは購入で大体40万ぐらいだったかな。で、実はレンタルと値段あんま変わんなくて、デザイン的にも奥さんが一番気に入ったやつがこれ。エレガントじゃね？購入なので日本から手荷物で持ってくるんで、結構これがね大変なんですよ。しかもグアムなんて入国で大体1時間から2時間ぐらいかかるから、まあ、この時は結構疲労も溜まってましたね。細かいこういう髪の毛だけ今日はちょっとスプレーしてきますね。で、最後の3セットの時は前髪こうちょっとここ下ろしてあげて、ハーフアップですね。ここから俺はタキシードに着替えますと。着替えてからリムジンに乗って、挙式のチャペルに行きますと。あとなんか言うことあったっけな。あ、そうだ、海外婚って日本で挙式するより安いってよく聞くけど、まあ、確かに安い。でもそれはオプションとか何もつけずにっていう感じなんだけども、オプションつけなかったら結構寂しい感じになっちゃうんですよ。でやっぱり一生に一度しかない結婚式だから、そこはやっぱりオプションをつけて豪華にしていきたいなと思って、俺はいろいろオプションをつけました。まあなんかこう気になることあったらコメント書いてください。で俺それ見て返信するので、あとこの動画の評価と、してなかったらチャンネル登録もしてくれるとなんかすごい嬉しいのでお願いします。ここで宣伝挟むのがトミック流。はい、こんな感じです。じゃじゃーん、生のお花、そして、多分安全ピンで中に縫い尽くしたであろう、なんかこれ、わすごいリムジンだこれね。わあすごい、こんな感じで挙式に行くんですね。はい、むくんでます。むくんでますっておかしいか。チャペルの中はこんな感じです。服装が違うのはこの後のパーティーのために着替えてます。海が見えてすごく綺麗でしたね。基本リゾート婚はカジュアルな感じがいいんですよ。で YouTube 用に使えるのが、動画ここまでなんですけども、海外で結婚式する予定ある方は参考になるかはわからないですけど、よかったら参考にしてください。